おはようございます。 IWJ の原です。10分ほど前に、ヨッシーから電話来たな。10分ほど前に、岩国の東洋坊を出港して、今沖に出てきました。まだちょっと霧が深くて、まだ夜も明けてないので、ちょっと見晴らしは悪くて今、どういう状態かちょっと船上からはつかめない状態なんですけれども、じきに、日も昇ると思いますので、米軍基地も見えると思います。オスプレイは、順当に行けばあと1時間後に、岩国の米軍基地に、着くということなんですけれども、どのような速度で来るかによっては、早まるかもしれないし遅まるかもしれません。ちょっと、数時間中継を続けるつもりで、います。はい、あの前が見えんからですね。ああ了解です。普段は4時20分頃に、辺りがぼんやり明るくなり始めるそうなんですけれども、今日はちょっと曇りで霧も出ているので、もう少しかかるかなと船の乗組員の方が、言っていました。まだオスプレイ開けないということです。だよ。あの並びは基地の方だろう。
基地。あいつ、ご飯を担保するって言われる。大原。大原って言ってしまった。あいつ、東京電車でやるって言ってね、なんか学生とかね、ちょっと集めてね、担保高屋さして、あいつ悪いやつ。暗いと思うんですけれども、光ぐらい映ってるでしょうか。映ってる光が、岩国米軍基地の光です。あちらの方に、オスプレイがこれから搬入されると、いうことです。霧が深い。また田中隆作さんの話では、船は2隻出ていて、片方は記者クラブ、片方は非記者クラブという船の、分かれ方になっているそうです。なんだあの船、船あっちが、あの船がもう1隻映る。揺れがきついな。
暗くて見えない。ヘリコプターが飛んでいると、乗組員の方から、ヘリコプターが米軍基地上空を今飛んでいるという、アナウンスがあります。海上保安庁の船、白色で点滅するのがあるよ。色ついた、ある、色ついた。あれが西側のアメリカ軍のある機能だよ。なるほど。赤い点滅が海上保安庁、そして、白い点滅が、アメリカ軍だと、いうことですが、ちょっと暗くすぎてちょっと見えないですね。光しか映ってないよね、多分カメラもうほとんど。徐々に光というか、空は明るくはなってはきてるんですけれども、ちょっと画面はかなり、空は、明るくなり始めています。もうあと10分もすればだいぶ違うんではないかなと思うんですけれども、今カメラに映ってる船も、同業の船ということで、多分、記者クラブの報道の方々が乗っているんだと思われます。3つあるんですよ。だいたいそのぐらいの、岸から2キロ近い。あそこに接岸するんですか？そこ今、船が降りてる。赤の点滅しよう。あそこに沖に鳩がこう出てます。あの中入る。あの赤い点滅のところに入る。今日は難産じゃないですか。
今日出ないけど。まあね。ワセリンかなんか注入したら。今、岩国米軍基地から、海上で2キロの地点にいて、赤い点滅の光のところに搬入されるのではないかと、オスプレイが赤い点滅の光のところに搬入されるのではないかということです。ついに救命ボートが支給されました。どうつけたの？首通せばいい。救命具だ。救命具が、手元に届きました。ちょっと僕ら遅刻したせいで、今まで生身だったんですけれども、これで、多少海に落ちることがあっても、いけるかなと思います。だいぶ明るくなってきましたね。あなたも来てください。そうか、明るくだいぶ強い、だいぶ明るくなってきて、船が何隻か、浮いているのが分かります。
あ、そうか、2キロだからあれだな。こっから外は霧がすごいですね。今日なんかあれだな。ガスかかってるのかな。ガスがかかってるのかな、うん。ガスかかってると視界があんまり効けない。ピーカーの方が今暑いけどさ。はい、ピーカーの方綺麗に写真撮れる。5時5分前です、空はだいぶ明るくなってきたんですけれども、霧がかっているため、視界はすごい悪い状態で、2キロ先っていうのはちょっと何があるか見えないかなという感じです。今、沖に、出ているんですけれども、船長さんの、勘というか、ここからなら、オスプレイ搬入の現場が見えるんじゃないかという、ポイントを回らせていただいています。
西照さんが見てくれてますね。音声は良好だけど画像はちょっときついと。かろうじて海と人が判別できるくらい。そうですね、ちょっと会場だったんでユースト無理かと思ったんですけど、まだギリいけてるみたいで、ちょっと、音声と映像のバランスを見ながら、調整してみたいと思います。関門海峡を出たのが、昨夜の7時半だったので、順当に行けば5時半前後に、オスプレイを積んだ輸送船が、岩国米軍基地に着くのではないかと言われていますが、ちょっとまだ全然その輸送船の姿は見えないですね。視界も悪いので、どこにいるかちょっと見当もつかないし、まだ離れているのかもしれないし、近くにいてもちょっとわからない状態です。午前5時で、だいぶ日も上がっ、明るくなってきました。かなり曇り空なんですけれども、ちょいちょい空が見えるぐらいに程度には、晴れ間も出てくると思うので、なんとか撮影できればなと思います。
どこまで正確か分かんないですけれども、今どこまで正確な GPS か分かりませんが、米軍基地から、2キロ前後の、海上にいます。まあそうだろうね、あんなでかいからね、セドライ逆を起こすので絶対がつけちゃう。あ、あれもなんかあの、あのスパワーだ。
今画面に映ってるのがもう一隻の、報道陣の船です。ちょうど、僕たちのボードより、岩国米軍基地側に、ある状態で、僕たちも今移動してるんですけれども、どっちに向かってんだこれは。先、多分 GPS 見る限り先ほどより、ちょっと東の方に向かっていってる状態です。あの山はなんだ